科学忍者対ガッチャピンは SF アニメ科学忍者対ガッチャマンとフジテレビの子供番組ポンキッキシリーズのキャラクターガチャピンとコラボレーションさせたキャラクターおよび同キャラクターによるテレビシリーズ2005年12月よりバンプレストからキャラクターグッズが主にアミューズメントの景品用として販売されているガチャピンがガッチャマンたちのスーツを着用した姿で ガッチャマンたちと同様に5メンバーいる。なお、科学忍者対ガッチャマンでは、ガッチャマンとは、リーダーの件の通称であり、他の4人は単なる科学忍者対単位という設定で、あるが、本作では5メンバー全員、ガッチャピンである。全員が、スーツを着た、ガッチャピンの姿であるため、スーツ以外での判別は困難。ちなみにガチャピンとガッチャピンとは、別人と、見解されている。 その他、キャラクターグッズには、ガッチャマンの南部博士とムックに似たムックン博士や、ポンキッキーズのキャラクター、コニーちゃんが、科学忍者対 G-3 号に扮したバージョン等がある。全国アミューズメント施設を中心に、ガッチャピンの等身大キャラクターが、パトロールするイベントが行われている。BS 富士にて、子供向けミニ番組として放送。内容は、コメディ色が強い。 過去にフジテレビキッズクラブサイト内でも配信されていた。主題歌は尾崎清彦が担当した。BS フジで2006年11月20日から2007年12月14日まで放送。2007年3月より第2シリーズがスタートした。同年12月には第1シリーズのみ DVD 化され、フジテレビキッズのオンラインショップまたはセブンイレブンで販売されている。 登場キャラクターピエールカッツェ以外のキャラクターは劇中、声を発しない。BS 富士で2007年12月17日から2008年4月4日まで放送。映像は人形と CG を組み合わせている。内容は、ベルクカッツェピン率いる組織に誘拐されたガチャピンムックを救うため、ガッチャピン1号から5号が集結するというもの。 登場キャラクター BS 富士で2008年4月7日から2009年4月22日まで放送。再び実写に戻り、浅草を舞台としている。ガッチャピンが使う化学兵器として、化学知識が挿入された教育バラエティと銘打っている。敵組織、浅草の怪人は、毎回異なる名称で登場する。登場キャラクターほか、ありがとうございます。